では第9回、動物園における、動物感染症について解説します。まあ、動物園の動物ですから日頃、見ない、種類の動物が出てくるのではないかと思います。省略。ここで主に問題となるのが、馬のヘルペス、それから象のヘルペスですか。馬鼻肺炎、1型4型は典型的な馬のヘルペスなので、多分後で、家畜の関係で出てくると思います。ここでは牛の馬ヘルペスと象のヘルペス、口蹄疫も後で出るんですよね。悪性カタール熱、マリグナントカタールフィーバーですね。 FIP は飛んで、ディステンバーも飛んで、 B ウイルスも飛んで、結核、赤いのを喋るんだと思いますね。人形系、牛系、これも前にやったけど、まあアフリカゾウですか。ヨーネ、アビアンもなくて、エルシニア、チンパンジー、サル。これも、人獣のところの、霊長類のところでもやりました。伴侶動物にも出てきますね。モネラはやらない。まあ、爬虫類、寄生類ですね、抗酸菌、魚類、マリナもですね、水性の、抗酸菌。あとは動物でもなく、鳥類、クラミジア、アオムビオ、シッタシですね、あとコアラのクラミジア、あとクリプトはまあやった、まあ、ラリアもやりましたね、トキソも行った。あ、鳥のトキソも、鳥類疾病のところでやりました。ムコール症、ムコールマイコーシス、心筋症、ムコール属は接合菌で、クリプトコッカスは短子菌だと思いますね。はい、これ別ですね。怪獣類に来たやつですね。あと BSE はまた別途ということになるので、こんなあたりの感染症ですね。馬ヘルペス、馬鼻肺炎、エクインライロトラキア、ライロニューモナイティスですか。1型、4型、9型、そうですね、ヘルペスグループの、主にはアルファになりますかね。世界各国動物園の馬か、まあ、似たものですかね。鼻獣、リンパ節主題、まあ、支流山、脳まで行ってしまえばヘルペス脳炎。基本的には呼吸器感染というか、呼吸器系ですね。鼻腔、気道粘膜、カタール性、壊死性の市中感染ですから、病変が出て核内封入体が出ると。上がって、中枢神経病変を出すと。エグエンヘルペスバイラスの1位は血管内皮障害も強いと。姿勢脳炎に行く。9の方は、サイトカインディジーズですか。サイトカインの過剰産生をするというような特徴があるということです。ウマヘルペス。アルファヘルペスですね。1型、中枢神経まで上がります。ヘルペス脳炎、人間のヘルペス脳炎に近いですかね。多発性死を起こすと。血管内皮で増殖して内皮を破壊して、血栓を起こすと、脳血栓、結構大変ですね。脳脊髄に多発性の壊死を起こす。拘束性の神経病変になります。はい。ヘルペスシンプレックスの壊死層、褐色部分、結構広範囲な壊死ですね。それぞれの、多分これは、脳血管分布に依存した格好の病変で、かなり深い中脳中大動脈梗塞に近いような病変分布になっているかと思いますね。免疫染色で血管内皮に特異的に、そうですね、エンドテリアルセルに、
高原がきれいに妖精に染まっていますし、マウマとこちらは何だろうね、動物園のハンス動物ではありますね。これで、今のは普通の馬のヘルペスですけど、これは馬のヘルペスウイルスの9で、多分柳井先生たちが見つけたガゼルのやつだと思いますね。馬ヘルペスの1993年にトムソンガゼルですね。はい。農園で、これは岐阜大がかなり長く調べたやつだったと思います。猿まで打ったような気がしますね。93年9月にアフリカから輸入したトムソンガゼルが死んだと、ウイルス性脳炎でキリンシマウマトムソンガゼルが同じ敷地で飼っていて、シマウマ1例が妊娠していた。それでどうなったんだ、発症したってことですかね。トムソンガゼルの、神経細胞に核内封入体がある。あまり封入体らしいのは見えないですね。神経細胞はかなり変性して、死、あるいはチグロリシスを起こしていますね。コモン反誘拐が見れますか。脳はすごいですね。これ皮質が真っ赤になっているね。灰白質のところが。白質の方は一応白く見えますけど、灰白質が普通は、名の通り、ちょっと白っぽい灰色なんですけど、真っ赤っかになってますね。まあ、いかんせい細胞浸潤ですかね。電源ではヘルペスが見えた。まあ、典型的なエンベロープを持ったウイルスですけど、普通ヘルペスだとこの中にキャプシドのちょっと硬いのが見えるんですけど、ちょっと空っぽの像になってますね。牛の腎臓細胞で増えると。プラークが形成する。まあ、そうですね。きれいな CP というか、細胞変性効果が出ていますね。ウイルスが大きさが200から300。だから結構、まあまあ大きい方ですね。ロールホルム感受性、エンベロープあり。はい。DNA 合成は BRDU で止まると。DNA ウイルスだろうということから、まあ、だんだんヘルペスに持ってきたということですかね。遺伝子は、バム H アンブ、グルトゥ、エコアル1で切って、エンドヌクレアーゼで切って、ゲノムパターンを見てて、サイズマーカーがあって、E が、そうですね、まあ、ヘルペスの1で、G がトムソンガゼルの、9で全く違うということを、サザンブロットで、全然違うバンドになるので、全くヘルペスであるけれども違うグループだというので、エンドヌクレアーゼのバム H1、ブグル2、エコアル1は E コーライですね、大腸菌、あとはバチレスのグループですね。エンドヌクレアゼのパターンが違うというので別の分類にしたということですね。ヘルペスの。あ、まあこれが系統獣ですか。猫のヘルペスは前にあったか、後か。反流動物であるビキ肝炎ですね。豚のヘルペスは OS キーで前にやりましたね。あと馬の1と9が割合近いのか。4が、ちょっと離れていて。まあ、新しく、馬グループの9というところに入れたということですね。ここからはそうですね、もう岐阜大でありとあらゆるのに打って、猿まで打ちたいと言って確かすぐ場に来たと思うんですけど、まあヘルペスは人工的に打てばみんな神経節で止まらないで農園に行っちゃうんで、それはもう OS 菌も一緒で、人のヘルペスでも、実験動物に打てば結構脳まで行っちゃいますけど、マウスだとハムスター、まあ、いずれも脳に行って、この封入体が綺麗ですね、真ん中のはね。脳内で増殖すると。まあそうでしょう。ヤギに打ったら1週間で脳炎を起こしたと。はい、犬も、鼻腔内に摂取して脳炎を起こしたと。猫も、
発症したということですね。まあ、この封入体もものすごい綺麗ですね。本当に。典型的な教科書に載るような角内封入体が出ています。体重減少、元気消失、食欲排出。そうですね。OSK の豚のヘルペスの場合はものすごくかゆがるというか、かきまくるんですけど、これは普通に、脳まで駆け上がって、中枢神経症状に行っちゃう。こうですかね、攻撃性の増加、心線、昏睡。で、動物園でいろいろな例から EHV の級が分離されるというキリン、シロクマ、やっぱ自然で行くのか、オナガ。これは実験的になグループと。アフリカでは60%のゼブラが血清抗体を持っているので、ガゼルで見つかったけど、実際には、ゼブラのが自然宿主で、ガゼルに行って、そこで偶然見つかったということですね。それから、まあ、いろいろに試してみたと。そうですね、マーモセットまでは打ったんだ。霊長類が感受性を有するという。まあ、この辺は、ヘルペスの場合は、通常はいきませんけどな、ある種の、頻度で、傷口から入ったり、粘膜から入ったりで、行くと、一種の場合は、ほとんど神経節で普通止まらないので、脳炎まで行っちゃうという問題があります。そうですか。EHV はゼブラになったんだっけ？キリンの方が自然宿主ということですか。これはそうですね、岐阜大が数年間にわたってトムソンガゼルの、エクインヘルペスバイラスの Q は、徹底的にやったということを覚えてます。あとフェイタルエイシアンエレファントか、これはゾウのヘルペスウイルスですかね。エンドテリオトロフィックですから、血管内皮が、あるいは内細胞系が指向性を持っているヘルペスですね。ジャパン。象の血管内皮親和性ヘルペスウイルスという名前つけたのか。エレファントエンドセリオトロフィックヘルペスバイラス。ベータヘルペスですか。ヘルペスはアルファ、ベータ、ガンマで、まあ、アルファが普通の一番オーセンティックなシンプレックスを含めたやつですね。アルファだとヒトだとバリセラとシンプレックスのグループですね。ベータがサイトメガロのグループが入ります。ガンマが、人間の方だと EB が、入ってくると思いますね。そのうちのこのベータヘルペスに入った、プロボシビルス、まあ、最近のこの辺りの属名とか、仮名は勝手につけたので、あれですけど、まあ、エレファントヘルペスバイラスで、内細胞系が好きということです。あ、いっぱいあるんだ。1、2、3、4、5、6、7。アジアゾウの集団でよく流行るという。まあ、流行ると、こういうヘルペスまで含めて、所感染は結構みんな厳しいですよね。急性の経過。1日から5日、原始消失、水腫、舌の、チアノーゼ、吸気系も結構きついんですかね。組織病変で、血管病変、出血か、そっちか。チアノーゼが来るのが。心臓がかなりやられてますね。心外膜下出血、心内膜下の出血、大腸静脈出血、脾臓血管の出血、リンパ節外炎、舌のチアノーゼ、口蓋の潰瘍が来るんですね。あ、すごい。EHV の感染死亡例、アジアのグループ、アジアゾウですから、アジア、すごいですね。インドが32例、タイが65例。ネパールが9例。日本が2例、2013年。へえ、
アジアの増でヘルペスウイルスがかなり蔓延したんですかね。アジアゾウを、まあ、柳井先生が一例解剖したんですか。1歳1ヶ月のオスで、冒険して、心外膜のところに黄白色の体液が随分溜まっていると。心臓軟化、心外膜及び心内膜下に、多発性出血があったと。心筋に多中心性の出血か。マルチフォーカルヘモラジー。わかってます。これやっぱきついですね。ほら、日本に何匹の象がいるのでしょうか。アフリカ象が24動物園で51匹。アジアゾウがオスが22、メスが65の87匹。このうちの2匹、トゥヤガワが死んで、これがヘルペスだったということですかね。あ、これが組織ゾウですか。多発性出血。そうですね。心筋。フィブリンも析出してる。そうですね。血管周囲が重度の多発性出血、好中球、リンパ球、マクロファージ、さまざまなのが出てくると。血管内皮細胞が腫大して核内浮遊体が見れるというけど、この図ではちょっと読み取れないですね、このサイズでは。心外膜下の出血。すごいな。ヘルペスウイルスの腐乳体、ああ、はい、真ん中、矢印のところにありますね。核内腐乳体ですかね。はい。あら、これで終わりか。あ、またヘルペスですね。これはガンマヘルペス。アルファベータガンマ。ガンマは、人間でいうと EB のグループに入りますかね。ガンマヘルペスウイルス。ナチュラルホストが、ワイルドビースト。OHV の方はドメスティックシールですね。OB ですね。の頭文字ですか。OB でヘルペスバイラス。名前の通り、悪性のカタール性の熱性疾患ですね。昔から結構有名です。マリグナントカタールフィーバー。その中で牛カモシカ由来の悪性カタール熱。AHV1 と羊の随伴型悪性カタール熱 OHV2 が見られたということですか。悪性カタール熱は、そうか、届け出伝染病に入ってるんですね。間質伝染病の方に入ってて、その時の対象は、政令で決めたのは牛、水牛、ヤギか。ワクチンはないと。ヘルペスでキャリア無症状ですか。無症状でウイルス持っているのが、ワイルドビーストと、ハートビースト、シープとゴート。こっちは巻き込まれた方ですね。致死率100%で、キャトル、ワイドテール、アクシス、デビッディア。死亡率が1%。まあ、これは耐える方ですね。バッファロー、水牛ですか。ファーマディアート。病変としては赤い目、両眼剥奪、乾いた、パリパリした鼻後部、鼻中カタールですかね、よだれ。頭部、目の病変、舌の糜爛。すごいな、口腔粘膜の糜爛、エロージョン。バカルム講座。まあ、ヘルペスのすごいところ、血性の強い時の象に近いですね。他の動物と似てるね。舌及び口腔の糜爛。やっぱり消化器系も来るんですね。多発性糜爛。まあ、ヘルペスは、免疫を抑え込んでしまえば、再発はそんなに厳しくないけど、初感染の時は大体一斉の病変を割合作ります。
他の動物の他のヘルペスの場合も大体、そうですね、常在してこうだんだん折り合ってくるとあまり強いことにはならないですけど、あと病弱の動物とかかかるとやっぱりひどい格好になると思います。まあヘルペスのグループはこれで終わりですか。結核、まあ前にこれもやりましたね。アジアゾウが割合感受性が非常に、人のも含めて高いという。ニホンザルのあるいはチンパンジーの結核についても紹介してあるので、そっちで行きましょう。福山の動物園で。人の結核症と、あ、これも治療したんですね、結構。あ、もうこれで終わりか。好酸菌、アビアもこの前やりました。はい。これはやらなかったですね、水性の。これもたまに人獣共通感染症で人に来るので、やります。マイコバクテリウム、マリナ、水性の結核菌グループです。好酸菌グループですかね。グラム陽性、好酸性。まあそうですね。牙胞便も今日まかないと。はい。マクロファージで増殖して、やっぱりちょっと、マリナムだけあって、発育温度がちょっと低めですね。28から30度。魚類、水生哺乳類、人に感染する。はい。肉菓子を作ると。人の持続性結核感染に似た系統を取る。まあ、そこまで強くは普通いかないと思います。野生の有刺細菌は分解される。マクロファージが食べると。はい、まあ、マイコバクテリアマリナム causes both long term subclinical infection ですから、認知症症状出ないですね。acute disease in レオパートフロッグで、レオパートフロッグ、カエルですね、だら、PPNs。カエルでかなり増えたということですね、起こしたマリナムが。33度、高温動物はあまり増えない。低温部でしか増殖しないと。はい。免疫力のこれカエルにおいて、肉芽指定の病変を出すと。免疫抑制したら、まあ、これはまあ、免疫抑制すると、この手の、日和見感染の好酸菌は、非常に人でもそうですけど、増えます。マリナムの感染ルート。高温動物は手先、手足先。変温動物は全身で、眼球結膜から入って、粘膜から入るということもあるということですか。相手になったのは、マイコバクテリウム・マリナムの感染例はもうリハオガエルですか。木の上から卵を産むやつですね。頭上性のカエル、はい。天然記念物で。小学校の頃見に行った覚えがあるな。レッドリストの定期検種か。お、木の上に卵を産んで帰ってオタマジャクシは木の上から下の池に落ちるという面白い、生き方をするやつです。オニバオガエルの変死例。結節性病変。立派ですね。マクロファージの収束増と。ああ、好酸菌染色で染まるという。はい。あ、そういうところですね。今のは、まあそういう意味では、まあ我々のところでいつも問題になるのは当然人の、TB ですね。トゥベルクローシス。から、近くて、大きく問題になる病原性なのが、ボビスです。流形結核。非定型好酸菌の方に入るのが、アビアム、腸系結核で、まあその他に今の水性のマリナムという、まあ、マイコバクテリウム属がいると。まあ、変わったところで人ではレプラがあります。
まあ、あと家畜の方だと出てくるかもしれない、パラトゥベルクロシスが、アビアムの、汗の中に入っています。マラリア、トリマラリアは、プラスモディウムですね。いくつかあるんですね。プラスモディウムの、レルクタム、エロンガータム、サーキムフレックスさんっていうんですかね。こんな、1、2、3種類の割合、鳥類のマラリアとして、感染しているということですね。まあ、この生活感はもう何度もやったので、浮いて、あれ？コアラの飼育で大問題になる二大感染症。どこからコアラに、どこから、ペンギンのマラリアから、これは違う、それ結核ですね。コアラの飼育下で、ここから別なんですね。コアラで問題になる感染症として、プラミジアとレトロ。はい。コアラのレトロは、君らが1年の時か、オーストラリアから水野先生来た時に、コアラがこのままやられちゃうんじゃないかというコアラレトロウイルスの話をしたのは、覚えてると思います。ここでは多分クラミジアの方を問題にしてますね。生殖系のクラミジア。まあ、僕らが普通に国家試験に出るのは黄疸病です。クラミジアシッタシ。コアラのクラミジア、よく自分、クラミジア、コアラも相性違うな。コアラのサンプルで、クラミジアが出てきて、インコはシッタシですよね。これは問題ない。普通です。黄疸で。鳥類だけでなくて、哺乳類に行くというのも話をしました。インコはかなりの高感受性であるのはもうそうです。はい。で、まあ、いろいろ動物、メイン鳥類とはいえ、哺乳類も巻き込まれていきますね。はい。フォーゲルパークの話もしました。はい。で、あれ？これで終わりか。何だったんだろう。クラミジア。コアラのクラミジア。コアラもクラミジアにかかる。コアラ。このクラミジア、ペコラムっていうのが、コアラから分離された、コアラを痛めつけているクラミジアなんですね、どうもね。この点々の赤いところが陽性の、発症したコアラのことを示しているのかもしれません。クラミジア、クラミジアシッタシーです。これずっと書いてあって、肺血腫を示したインコ。まあ、これはそうでしょう。タクソノミー、クラミジア、クラミドフィラ、クラミジア、トラコーマディスコ、これは人ですね。ムリダーロン、これはあれだな、齧歯類の方ですね。ニューモニエ、シッタシ、アボルタス、カビエ、わからない。コアラがどこに行ったんだろう。まあいいや、これは、まあ、これはシッタシの方です。はい。ちょっと今のところは、フォローしにくかったですね。コアラのクラミジア。まあ、機会があったら調べておきます。シャチを、海獣類の、なんだこれは。ヘルペス？二次感染、細菌だけど、ムコール属の接合菌。アスペルギルスは違いますね。これ、シノウ菌ですね。鯨類に病原性を示す心筋。クリプトコッカス、ガティ。クリプトコッカスは、珍しいね、これは。いつもほとんど、あれ、ずっとやったように、シノウ菌ですけど、接合菌のムコール属と、クリプトコッカスは短糸菌ですね。心筋症の発生、シャチですか。
寿命が80から90歳まで人間並みに生きるんだ。はい、シャチのクーちゃん。突然、食欲が止まってヘルペスが上がった。水疱ができた。ヘルペスの再発をしたんですね。こうヘルペス剤投与で、心筋症も疑ったと。トランキサム酸を投与して、やけど死んだと。2例死んだんですが、ナミさんがトレーニング開始して食欲低下して、食欲低下して排泄して死んだと。2例。全身筋肉の多発性の褐色性病変、リンパ節腫大、真核張変形、肝主張皮腫、肺の脳溶血性、結構全身性に来てますね。実質臓器も呼吸器系も組織的には多発性肉芽腫、もう円形卵円形の、菌が増えてたのか。骨虚細胞。多発性心筋炎と閉塞、菌の閉塞症か。すごいですね。アスペルギー性肺炎が認められた。これはこの前も鳥で出てきましたね。播種性心筋症。すごい。筋肉内多発性褐色病巣で、シャチは、ムコール属か、接合菌の、ムコールマイコーシスですね。ウロコット染色。ウロコットは、心筋染めるやつです。パースは多糖体染めるやつですね。いつも。ムコール抗体でも染まってくると。症例 A、変性し、心筋の多発性、歯槽があって、コームコールで、菌抗体で染まってきたということですか。多発性拘束層が出ていると。症例 B の方も、石を誤嚥している。なんでこんな石食べたんだろうな。肺は空洞化している。肺炎であったと。接合菌だと細菌性の可能性と。大細胞に潰瘍、慢性腸炎と。肺の空洞にはムコール沿いの接合菌が見られたと。菌培養で、ムコール属ですか。カニングハメーレ、メーラ。カニングマ、カニン、カメーラ。ベルソレティエ。接合菌、心筋症と二次の細菌性可能性肺炎と、併発ということですか。これはきれいに染まってますね。グロコットで、菌糸がこれだけ入るというのは、もう本当に培養系になっているんですね。多分、頑張って増えてるときは、おそらく普通であれば、酵母型になってて、こんなにもう好き勝手に菌糸を増やすっていうのは、ほとんど体が抑えきれなかったということだと思いますね。パス染色も陽性になっています。ザイゴマイコータの、ムコールマイコーシスという診断になりますかね。まだある。ムコール菌糸の確認。スタンプでも菌糸が見れますね。球菌の塊。あちこち、菌液のが染まって消えてますね。結局どうなったか、大型プールに移して、一般公開したけど、慢性消化器障害、潰瘍があって、食欲不振、心不全が循環障害であって、肺の方は呼吸器系は心筋症に二次感染の細菌があったと。免疫機能が落ちて、日和見感染も影響したかもしれないということですか。
その次が、最後のですかね、これはクリプトコッカスガッティ。クリプトコッカス賞、普通はまあネオホルマンスですね。我々よく知るのは他にガッティ、エイズはクリプトコッカス、ネオホルマンス。ガッティが、温帯のカナダ、ブリティッシュコロンビア、まあ結構北ですね、アメリカ合衆国、太平洋岸、カナダのブリティッシュコロンビアで、あ、土壌か、木、土壌、空気からも検出される。気温が高くなると、真菌の定着する菌が、で増殖して切り倒されると、胞子が飛ぶんですかね、人に感染すると。ニュージーランド、アフリカ、アジアでも出ると。クリプトコッカス、ガッティ。まあ、胞子のビッグ肺に定着して広がると。髄膜炎。まあ、これはクリプトコッカスも近いですね。肺炎を起こす。菌の筋肉で、クリートコッコーマ。ノルフマンに比較して、クリプトコッコーマを作る。ああ、狩猟用の一貫性の病変を作るんですかね。抗菌剤が効きにくい。あ、結構厳しいですね。クリプトコッカスガッティの患者。肺炎57%、髄膜炎43%、肺のコッコーマが34%、脳炎22%。あ、結構すごいな。臓器移植も行く。動物ではカリフォルニア州、ハワイ、オレゴン、ワシントン、52頭のクリプトコッカスガティの感染症が何から出た？猫、犬、フェレット、羊、アルパカ、オオジカ、馬、ヤギ、イルカ。すごいな。知りませんでした。この病原体は。クリプトコッコーシス。はい。クリプトコッカスガッティ、覚えた。Previously reported in Canada。じゃあ、カナダで最近なんですね。First Multi Species Outbreak Worldwide。あちこちで出てるということですね。US では、おお、東側も西側も、ど真ん中だけがちょっと空白で、海岸、両海岸、沿い、からちょっと内部にかけて、この菌、短糸菌ですけど、キノコのグループですけれども、確か、短糸菌、マジドマイコー、ユーロチウムでしたっけね、キクラゲじゃないな。クラゲでしたっけ？なんかそのグループに近いやつでしたと思います。あら、これで終わりか。クリプトコッカスガティ、あ、これで終わりですね。多分これは、これだけの勢いだと、そのうち、獣医でも問題になってくる気がします。野生動物で止まらないかもしれません。ひょっとして覚えておいて損はないかもしれない。クリプトコッカスガティ。まあ、通常はネオホルマンスです。はい。では、これはこれで終わりましょう。